前回のあらすじ、僕は崖の上に住んでいるソウスケ。僕はいつものように海に降りたら可愛いポニョに出会ったんだ。ポニョが舐めたら傷が治ったんだよ。だからとっても嬉しくて僕は保育園にポニョを連れて行くことにしたんだ。無事にポニョは保育園の先生に没収されないでお家に帰れるかな。さあ続きを見てね。崖っぷちのポニョ。ここでいいね。うん。いってらっしゃい。行ってきます。おはようございます。ごめんね。のりこさんの椅子お願い。はーい。そうちゃん、おはよう。よしえさん、今忙しいんで、後でね。あらあら。そうすけちゃん。ときさん、後でね。あら。先生ダメって言うかな。決めた。ここで待っててね。すぐ来るからね。猫来ないかなあ。じっとしてるんだよ。すぐ戻ってくるからね。じゃあね、としちゃん。ちょっと熱があるけど元気だから大丈夫でしょう。ねえ、お願いします。バイバイ。先生、おはよう。おはよう、そうちゃん。そうちゃん、元気？そうすけ。クミコちゃん、見て、きれい？ママが買ってくれたの。ふーん、そうすけ、遊ぼう。僕今忙しいからいい。ここで何してるの？だから忙しいの。変なそうすけ、変なの。ソウスケ、クミコちゃん、それ何？縁に何か持ってきちゃいけないんだよ。この木は縁のじゃないもん。ひまわりの家のだからいいんです。見せて。あ、金魚。金魚じゃないよ、ポニョだよ。ポニョ見たい。見せたら誰にも言わない？うん、言わない。ほら、かわいいでしょ。変なの、デブだし、うちの金魚の方がかわいい。ねえ、クミコちゃんがいけないんだよ。ポニョの悪口言うからだよね。水足してあげるね。ポニョ、よかった。おかしいね、ソウスケちゃんの声がするね。でもソウスケちゃん保育園に行ってるはずだし、空耳かな。よしえさん、僕いるよ。あらあら、ソウスケちゃんがいる。僕いいもの持ってるか。持ってる。あたり。じゃあね、何色でしょう。赤。赤。当たり。どうしてわかったのかな。見せて。うん。あら、綺麗。かわいいね。ポニョっていうの。ハムが好きで魔法も使えるんだよ。へえ。ここの怪我がなくなっちゃったもん。ポニョが舐めたから。あたしたちの足も舐めてくれないかしらね。もう一回そうちゃんみたいにかけっこができたらね。ポニョに聞いてみないとわからない。あたしにも見しとくれ。いいよ、トキさん。やだ、人面魚じゃないか。早く海に戻してくれ。津波を呼ぶよ。またトキさんが津波だなんて。人面魚が浜に上がると津波が来るんだ。昔からそう言うんだよ。口の中入った。
ソウスケ、トキさんに謝りなさい。心配しなくていいよ、僕が守ってあげるからね。ソウスケ、ソウスケ、ポニョ、ポニョ、ソウスケ、ポニョ、ソウスケ、好き。僕も好き、ポニョ、ソウスケ、好き。登録、おいやいやいやい、チャンネル登録、お願いします。チャンネル、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 登録お願いします。お願いします。